皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は集客量よりも制約率が大事、見落とされがちだけれど本当は一番大事な視点、目から鱗の集客制約メソッドということについてお話をしていきたいと思います。まずですね、その集客と制約の関係っていうのは私は何回かお話をしてるんですけれども、集客量よりも制約率が大事っていう、観点を私が持っている、なぜそう思ってたかっていう、過去の経歴と背景をお話しすると、私が、現在はもちろんコンサルタントしてます。その前はパン教室の主催であってパンの先生でもありました。その前にもいろいろ法人営業とかやってますけどもね、営業だったんですよ。基本的には営業職22年、法人も個人も両方やってます。個人のお客様を本当に一対一で相手するカウンター接客もやったことがあるし、リフォームとかの提案するのに、訪問して接客するっていうのもやってますし、支配人とか、ホテルの支配人とかジェネラルマネージャー GM とかに仕組みを提案するためにホテルに行って提案する提案営業もやったことがありますし、いろいろさまざま営業の経験があるんですね。で、その経験から集客と制約っていうことを考えると、制約が結局できてないとですね、お金にはならないということが身に染みて分かってるからです。例えば例えば A 君っていう人がいて、営業をやっていてお客様には好かれるけど契約は一向に取ってこないっていう人と、お客様にはそこそこ好かれている B 君でも契約はガンガン取ってくるって言ったら、会社は普通に契約を取ってきている、会社に貢献している数字を出している B 君の方を通常は評価します。会社によって評価基準が違えばね、取ってこないけど君は会社のムードメーカーだということで評価するようなケースとかもあるのかもしれないですけどね。通常は利益貢献している人を評価するっていうのがいわゆる会社っていうところになりますね。なので、決まらなければゼロであるっていうことを考えると、当然教師の先生も集客は皆さん頑張るんですよ。だけれども結局集客を頑張った結果制約していないとお金にはならないんですよね。でそこが結構勘違いされてるところが多くてですね、そうするとじゃあ何が大事になってくるのかっていうと、ズバリ制約率っていうものが非常に大事になってくるので、これを聞いた時に、じゃあ体験会10人集まって何人決まりましたとかっていう制約率を教えてくださいとかっていうとですね、皆さんへとかいう顔される方が最初ですよ。多分うちの子たちは慣れてきてるんであれなんですけど、最初そういう方が非常に多いですよね。だからそこを先に理解してもらいたいなと思ってこの話をしています。でじゃあ実際にですね、アクセスって言われる集客の量を 20% アップするのと制約率を 20% アップするのはどっちが難しいかっていうことなんですけどね、結論から言うとアクセス増やす方が難しいんですよ。基本的にはでアメブロとかいろいろブログ集客とかやったことがある方とかは分かると思うんですけど、1日に何人見に来てくれてるかっていう、ここを増やすっていうねところを見るっていうのが一つあるんですけど、よかったらねこの動画を見ている機会にご自身のブログって1日何人ぐらい見られてるのかなっていうのをちょっと把握してもらうといいと思うんですけどね。ちなみにアメブロはですね、かなりこうアクセス持ってるっていう話で、5分の1ぐらいに換算するといいっていう話とかもあったりしますけど、今は多少、正確になってきてて2分の1くらいとか、だいぶ実数に近くはなってきているんでね、正確に計測したい人は Google Analytics っていうのをちゃんと設置して、そこで自分のサイトに何人来てるかっていうのを見た方がいいんですけれども、何かしら指標がアクセス解析っていうのを見るとするじゃないですか。で例えば毎日100人の人が見に来てくれているサイトだったとしますよね。これ結構ですね、普通のパン教室とか教室レベルだと結構きついと思います。100人毎日普通に見に来てるっていうのは、
100人毎日見に来てると1ヶ月で3000人見る PV、ページビューっていうんですけどね、見るようなサイトになるとそこそこね普通に集客できてるはずなんですよ。大体皆さん聞いてると集客できてないですとか言うと、そもそも見られてるのが1日10人とか20人見られてないみたいな世界が多いので、そうするとやっぱり集客厳しいなと思うんですけどね。じゃあ例えば100人の人が毎日見に来るようなサイトがあった時に、20%をアップするためにはどうしたらいいのか。だから120人になるのであと20人見てもらう必要があるんですよ。そうするとどういうことなのかっていうと、もっと面白い記事を書く、その1、もっと頻度を上げてブログを書く、これはねありえますね。1回更新より2回、2回より3回の方がアクセスは当たり前ですけど上がりますよね。これ悪くないです。あと広告を使ってその記事に、見せるようにこうやる、そして見てもらうっていうのはね悪くはないんですよ。間違いじゃないです。だけれども、集まるのはあくまでも、見込み顧客になるかもしれない人たちっていうことなので、そもそもね、もちろんそれがなければ制約がないので、それ自体は必要なんですけども、そこばっかりやっていてもですね、結果が出ないんですよね。じゃあどうやったら結果出せるの？どうやったら制約率アップする基盤作れるの？っていうと、教室運営の場合にはですね、集めたアクセスをちゃんと制約の方に転換するための場所が必要になって、その場所として適当、ふさわしいと思っているのが私はホームページだと思っています。で、じゃあホームページがその自分の内容とか素敵なその講座の内容とかが書いてあるとして、そのホームページが出来が悪いとですね、せっかく「はいブログ見た、この先生いいかも、ホームページ見た、ドン」みたいな もういいやみたいな、去っていっちゃうっていうと、せっかく一生懸命集めたアクセスがそれ以上あなたにこうアプローチしようと思わないところで終わってしまっている可能性があるので、ホームページの出来っていうのがその後の集客を左右する、集客じゃない、制約を左右するっていうことになるんですね。で、当然良いホームページであれば見た人が見たまま申し込みになります。だけれども、そこをやっていないといくら集客できても申し込みが入らないということになりますね。なので、私がクライアントさんに一番に教えているのは、集客ツールの使い方はもちろん教えるんですけど、そこを最重要視しているのではなくて、制約できるホームページを作り込む、ここに注力できるように最初から接触しています。でないとですね、せっかく集めたアクセスが流れていっちゃうんですよ、どんどん。とてもいいホームページがあって、そこを見せるように全部を集めてくると必然的にそこで決まっていくので、労力がかなり少なくて済むんですよね。例えば問い合わせをくださった方とか体験会とかで、その方たちがさらに正式に全てお申し込みをいただけるのであれば、極端な話制約率100%になるんですよね。そうすると、そこまで極端じゃなくても、5人問い合わせがあって4人決まるのであれば制約率は80%になりますよね。なので、即効性があるのは、即効性のある経営改善は制約率の方です。どっちかっていうと集客量、アクセス量ではなくてですね。なので、一般的に制約率が20、30って言われてるのは、そこに力を入れてない人が多いから、逆にチャンスなんですけどね、ちゃんと作れれば。なので、例えばホームページの出来が悪いがために法人の仕事を逃した先生の話とかも聞いてますしね。法人はきちんとしてるとことしか付き合いませんからね、当たり前ですけど、自分たちの格が落ちちゃうからです。だからそこからも信頼されるようなページをもともと作っておけば、そもそも一般の人には当たり前のように信頼されるのは当然といえば当然になりますね。で、私の、クライアントさんでですね、60名中2名しか制約しなかった方が5名中3名制約するようになったっていう、このエピソードをお話しするんですけど、セミナー集客をメインでもちろん頑張ってる方いらっしゃったんです。頑張り屋さんだし、話も面白いし、せっかく明るいし、生徒さんに慕われてる、いわゆるそのお試しセミナーはとても盛況なんです。だけれども、その後本当に来てほしいクラスには来てもらえない。60名集客できていて、2名ですね、制約率3%です。本人の実力からすると低すぎるっ
ていうふうに私は思ったんですね。なので彼女に言って、私が改善したポイントは3つです。まず1つ目が魅力ある本命商品、いわゆる本当に、来てほしいコースだけれどもお客様が求めているかどうかがポイントになるのでリサーチは絶対必要です。でこれを作る、その1。その2がその本命商品と呼ばれるちゃんと本当に入ってほしい講座が良さが分かってもらえるような体験会にしとかないといけないんですよね。だから動線設計というのが必要になってくるんですけど、これ2つ目です。で3つ目がその商品をそもそも買ってくれそうな人を数が少なくてもいいからきちんと集客する、この3点を改善してもらうようにしました。なので先に良い商品があって、でそれを分かってもらえる人を集める、これが正しい順番です。で良い商品っていうのはじゃあどういうものなのかっていうと、マーケティングと言われるその、売れる仕組み作りっていう感覚から言うと、やりたいことより求められることをちゃんと探せる方がいいっていうことです。やりたいことで、講座作る方結構多いんですけど、求められることで講座作っちゃう方が集客は楽です。だからもう絶対私はこれを人に教えたいっていう強い信念があれば、すごいコアな人をもちろん集めるのも OK だと思いますけれども、求められてないものだったりすると独りよがりっていうことになるので、集客活動は非常に苦労するケースがあります。それでもその岩のような自分の信念を通すことによって、ある一定の時期が過ぎてバッと爆発的に伸びる、世の中の時代の流れが追いついてくるとですね、そういうケースがある場合もあります。今の話でね思い出しましたけれども、私米粉パン、ノングルテンの米粉パン作れる人なんですよ。でしかも当時まだ珍しかった、それを作ることができる米粉のその資格とかも持っててですね、ノングルテンで。でそれはなぜそれをしようかと思ったかっていうと、小麦アレルギーで困ってる人がいるのを知っていたからです。でそれで技術を覚えて、そういうのやればそういうのを救える人がいるんじゃないかって思ったから先に覚えました。世の中がまだそんなに米粉のオングルテンとか言ってない時代にです。でもですね、私がもともと集めていた属性が小麦を好きな属性を集めてしまっていたので、ちょっとかじるには面白いけど小麦でいいよねっていうことになっちゃう人ばっかり集めてたんで、講座として成り立たなかったんですよね。だけれども世の中が変わっていって、ノングルテンが流行りになった頃に、ふと私の講座の生徒さんから、ノングルテンの米粉なんて先生やらないですよねって言ったら、いや資格は持ってるし教えられるんだけどって、教えてくださいよって言ったんですけど、その頃はもうパン教室を縮小してコンサルの方に業務をシフトする時だったんで、言われても立てられなかったんですけど、なので時代がずれちゃうケースもありますね。求められてるものが早読みしすぎてもねダメなんですよ。時代よりちょっとだけ早いぐらいの提案ができるといいなというふうに思ってるんです。だからちょっともう一回脱線しちゃったんで話戻ると、欲せられてるものを欲しいという人が60人集まんなくて5人だったとしても、決まる人数が多ければそれでいいっていうことです。なので、考え方としては、占い営業の極意っていうことから言うと、私の営業職時代は占い営業っていうことで有名だったんですね。占い、タロットとかいう占いじゃないですよ。ノットバイ、あれ買う、あ、うせ、もっとセル、ノットセルです。占いっていうことですね。営業です。で、占いって言っても別に売り上げが悪いわけじゃなくて、売り上げは社内でも1番とか2番とか、そういう状態だったんですよね。なんで、確かに数字はね追っかけるところはありましたけれども、やりきることをやりきって、提案することを提案しきって、決まらない場合には決まらないんですよ。タイミングが合わなかったりとか、いろいろ要因があるんですけどね。ただ必要だと思ってもらえるポイントをきちんと掴んで提案する、これがやはり大事なことになるので、私は課題解決型の提案営業が得意な人でしたので、形がないものを売るのが得意でした。家とか旅行とか結婚式場とか形がないもの、要はそこの当日じゃないと評価されないものですよね。家とかも住んでみて初めて評価されるとか、そういうような内容だし、旅行も現地に行って初めて評価されるっていう内容なので、そういうことを売るのが好きでした。だからそれは法人営業でも個人営業でもサロン営業でも教室営業でも、占い営業の極意はどの道必要だなっていうふうに思っていて、
だから成約率にこだわるってことをお話をしています。例えば私が最初に考えたのが、どうすればホームページだけで申し込みしてもらえるんだろうか、なるべく会わないで済むやり方ないかとか、効率化っていう意味でですよ、対面とかはするべきだと思ってます。だけれども少しでもその労力を省力化できないかな、魅力をホームページでいっぱい伝えたら申し込んでもらえないかなっていうことをまあ考えてたり、どうすればホームページを見て不安感を払拭してもらえるかな、どうすれば見ただけで行きたいと教室のイメージをしてもらえるデザイン、色、写真って何なんだろうとか、あとは価格のハードル、価格高いって思われるハードルをどうやったら下げられるだろうか。これ値下げするっていう意味じゃないですよ。価格はこの価格を維持するんだけど、高いって思われない価値をどうやったら伝えられるのかってことを考えていたっていうことです。あと私への信頼感をどうやって構築したらいいんだろうかということで、まあそういう観点をいろいろ考えながらですね、ホームページ改善してきて、今もずっと改善してます。だから、まあ、私は生徒さんとかにもよく伝えるんですけどね、ホームページ作りはサグラダファミリアと一緒よって言ってるんですけどね、スペインのあれです、永遠に終わらない400年もずっと作り続けてるサグラダファミリアですね、あれみたいな感じのイメージです。なのでホームページは基本で、ね、作ったらそれで終わりってことはありえないですね。改善はずっとし続けて、どん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 いいホームページになっていくっていう、まあ子育てに似てるかもしれませんけどね、そういう感覚です。だから一生懸命単発のものをガンガン集めるとすごくね時間かかります。だけれども成約率の高いページを持っていると、それだけでも集客の活動の時間が減るということは、本来の講座作りに時間を取れるようになるんですよね。そこがやっぱり、まあ、一番私は皆さんにやってほしい。集客そのものはした方がいいんです。いいんだけれども本業じゃないですよね、集客するのが。良いコンテンツを提供するために人を来てもらうために集客があるだけなので、もうできるだけ省力化、自動化した方がいいっていうのは、私の持論です。だから営業時代から変わらないんですけど、働く時間を最小限にして最大の効果を得るためにはどうしたらいいのかっていうのはいつもいつも考えてました。今ももちろん考えてます。最小限の生徒さんの労力で、最大の成果を上げるためにはどうしたらいいのかっていうのを考えながらコンサルティングやっているんですね。だけれど勘違いしてもらっちゃいたいのは、最小限のって言ってますけど、皆さんの最小限の持ってる基準と私の持ってる最小限の基準が違いすぎるんですよ本当に、いや会社で働いてた人とかは理解できると思うんですけど、そんなちょっとの露出量で人に探してもらえるわけないじゃないですかっていう量で動いてる人がいて、それで集客できない集客できないって言ってる人は、そもそも量が足りないので、ある程度の量は必要なんで、特に1年目は一番量が必要な時期なので、年数重ねれば重ねるほど集客は楽になるっていうのは当然の原理なんです。だから10年やってる人と1年目の人だったり、1年目の人って相当頑張んなきゃいけないんですよ。スタートが後からなんですからね。その代わり10年の人を抜くのが難しいかって言ったら、抜くの簡単です。まず量でいくでしょ。でその後その方がやってないような領域の中身でいくでしょとか、まあいろいろとですね、年数で教室運営は決まるかっていうと、確かに生徒さん多い長年の方は楽なんですけど、長年の方も二通りに分かれてしまって、何も努力しないでずっと人からの紹介の口コミだけでやってきた先生と、口コミプラス自分も努力して自力集客をやってた人っていうのは、もう全然その後の成果が変わってくるので、特にウェブ集客に早い段階から取り組んでた先生は、長年やってる先生でもそんなに集客は減ってないし安定し続けてます。だから時代の変化を捉えながら、まあ、動いていくっていうことですね。で、その基軸の考え方として、ツールにこだわるんじゃなくて、根幹の根幹のホームページですね、ここをやはりきちんと作るっていうことをしていただく、そこにこだわっていただくといいんじゃないのかなっていうふうに思ってますので、ぜひその観点からトライしてみてください。それでは。